9月21日午後ロシアのプーチン大統領はロシアの予備役動員を発表した彼は部分的な動員令だと言ったがこの行動はロシアのウクライナ侵攻が特別軍事作戦から国家対国家あるいは同盟国対同盟国の戦争にエスカレートしたことを意味するものだそう私たちは世界大戦第3次世界大戦の危機に直面している ある人がアインシュタインに第三次世界大戦について質問したところ、第三次世界大戦がどのように戦われるかはわからないが、第四次世界大戦は人類が石や棒を使って戦うとわかっていると答えた。彼の主張は明快だ。第三次世界大戦が起きれば核戦争は避けられず、既存の人類文明は壊滅され、生き残った人類は再び戦争が起きれば最も原始的なものを武器として使わなければならないという意味だ。 平和な時代に生きている人は核戦争が起きたら世界はどうなってしまうのか想像もつかない産業革命以降の現代社会は極めて複雑で相互依存的な社会構造を形成している電気が突然使えなくなるだけでも現代人の生活は激変するエネルギーや燃料あるいは食料がなければ世界人口80億人近くを支えてきた現代文明の構造は崩壊してしまう 衣食、銃、移動手段、社会システムの在り方など、私たちが慣れ親しんできたもの全てが根本的に変わってしまうのだ、戦争を見たくないからこそ、戦争は起こらないと思いがちである、9月に亡くなったエリザベス2世は、70年間在位し、曾祖,祖母のヴィクトリア女王と同じように、おおむね平和な時代を見てきた。 ヴィクトリア女王は1837年にイギリス女王に即位し63年7カ月の在位期間を経て1901年に逝去した彼女の治世にイギリスが台頭してきただけでなくヨーロッパはイギリスの派遣によって全体的に平和な時代が続いたこの時代はヴィクトリア時代ヴィクトリア平和時代と呼ばれているヴィクトリア女王には9人の子供がいてさらに多くの孫がいた 王室との結婚によりヨーロッパのほとんどの君主が彼女の子孫でありヴィクトリア女王がヨーロッパの祖母と呼ばれるゆえんだ彼女が守ってきた平和は彼女の死後13年目にして破られた第一次世界大戦中のヨーロッパでは1000万人以上が死亡し2000万人以上が負傷しているイギリスドイツオーストリアハンガリーベルギーロシア皇帝など大国の多くは実質的に血縁関係にある君主を擁していた 例えばイギリスのジョージ5世ドイツのウィルヘルム2世ロシアのニコライ2世は母親がヴィクトリア女王の娘でいとこ同士だった第一次世界大戦を家庭内紛争という歴史家がいるのはこのためである歴史を振り返るとこれらの親族は非常に良い関係であったが権力と利益の争いには耐えられなかった 中国の歴史にも権力のために父親と息子が母親と娘が殺し合うことがたくさんあるがヨーロッパの事情は中国と全く同じではない例えば戦争はイギリスの国王を内しイギリスの立憲君主制は下院だけがその権限を持つと定めているしかしこの戦争はヨーロッパを荒廃させ国と国民族と民族との間に憎しみの種をまきその種はどんどん大きくなりやがて第二次世界大戦へとつながっていく ヴィクトリア女王は死の間際に自分を取り囲む子孫の姿に慰められたに違いないだろう。しかし彼らが10年後に互いに戦い殺し合い3000万人以上の死傷者を出す戦争を起こすとは思いもよらなかっただろう。今回亡くなられたエリザベス2世は曾祖,祖母によく似ていた。 彼女は第二次世界大戦末期の1952年にイギリス女王に即位しその前後70年にわたる冷戦と共産ソ連の崩壊を乗り切りヨーロッパの一般的な平和を維持したしかし彼女の死の直後世界は世界大戦に直面することになったこれはイギリス王室の運命なのだろうかもっと現実的な問題に戻ろうロシアがウクライナに侵攻したのは主に3つの理由があると私は考えている 一つはウクライナのドンバスとクリミアのダッシュでクリミアは基本的に大陸国家であるロシアにとって非常に重要な港でありドンバスは首都モスクワの安全保障空間をより広くするためである第二にロシアは中国共産党と同様旧ソ連が残した共産主義思想の崩壊に対処するためにナショナリズムさらには国家主義に依存している ロシア人が主要住民であるドンバス地方とクリミアはナショナリズムの象徴となっており、ロシア人はウクライナ人から差別されていると感じていた。このドンバス地方にはロシアがウクライナからの独立を承認しているドネツク州及びドンバス州を含んでいる。第三にアフガニスタンにおけるアメリカの弱腰を、プーチンは旧ソ連の世界的な覇権を再び主張する絶好のチャンスと捉えたことである。 しかしロシアはウクライナで泥沼にはまり目的を達成するどころか恥ずかしいほどの軍事的敗北を喫してしまった特にプーチンにとっては権威主義的支配の基本は権力者の絶対的権威でありその権威が損なわれると権力を失うだけでなく自らの命も危険にさらされ体制が崩壊する可能性すらあるウクライナがドンバスやクリミアの奪還に向けて反撃を続ければそのような結果になる可能性は高い 一方 SCO サミットでの中国の態度は大きな役割を果たしたように思う首脳会談でプーチン氏の習近平への要請は丁調に断られ習近平は男気を示さなかった当初は虚勢を張り無制限の協力のはずだったがやがて口先だけの協力になってしまうロシアが今一番必要としているのは中共の経済的軍事的な全面的支援であるにもかかわらずどうやら中共は何もしていないらしい 近代戦における戦闘の激しさは一国が短期間に大量の軍需物資を消費することにある例えばイギリスの情報機関はロシアがウクライナに侵攻して以来戦術ミサイルを2000発以上発射しその備蓄を実質的に使い果たしたと推定しているロシアの前線戦車や装甲車は大きなダメージを受け現役を退いて何年も経っている t 7 2さえ改造して使っている その他ロシアが第二次世界大戦で行った広域射撃戦術の結果ロケット砲や榴弾砲などの枯渇が激しく北朝鮮から弾薬を調達するという噂もあるこの時ロシアを助けてくれるのは強力に限界はないと表明した中共のはずだったしかし中共の言う「助ける」は言葉による支援と理解であり中共党内序列3位の立選手が言う多面的な対応は つまり外交レベルでは中立を保ち非難せず制裁にも加わらないというものであった中共はアメリカや西側諸国からの制裁のリスクを冒してまで本当にロシアを無制限に助けることはないだろう例えてみるとプーチン氏のロシアはまるで抗争を重ねるギャングが負け続け共闘を約束した別のギャングが今にも逃げ出しそうな顔で遠くで叫んでいるようなものだ プーチンにとってこれはかななり絶望的な状況だ問題は彼があまりにも多くの血を流していることこのまま一歩も引かずにいると死に場所がなくなることヨーロッパの祖母のような後ろ盾もなくウィリアム2世のようにオランダで隠ン,ン生活を送るわけにもいかないので大なたを振るうしかない形勢に追い込まれている大きな仕掛けは核兵器である 戦争に先立ちウクライナから分離独立した2つのドンバス地域の共和国ドネツクとルハンスクは27日ロシア連邦に加盟するかどうかの住民投票を行ったこのような銃口での採決により暫定結果として4州とも約90%が併合に賛成したと発表したプーチン氏は30日のロシア議会で併合を承認する演説をすると見られているプーチンは戦争動員の演説で核兵器に言及した さらに30万人の予備兵の即時招集を発表し軍需産業に全面的な増産を要請しているロシア連邦の複数の大統領がロシアの核政策として外国がロシア連邦の領土を攻撃した場合に先制攻撃を行う権利を保持することを宣言していたというこの2つを合わせるとクリミアドネツクルハンスク地域に外国の軍事攻撃があった場合 ロシアは自衛のために核兵器を使用する権利を持つということになる。これが西側がロシアを破壊していると強調したプーチンの演説の真意である。ロシア人にとってウクライナは弟分に過ぎず恐れるに足りないが、ウクライナでロシアが敗北した本当の理由はアメリカとその背後にいる欧米列国にある。 問題はロシアが戦争法を実施して戦争状態に入ると宣言するとウクライナのドネツクルハンスクへの攻撃はロシア領への侵攻となりウクライナへの軍事支援は敵国と同等になりロシアの核兵器による先制攻撃の標的となるのである2100発の核兵器を所有しているロシアでは核攻撃システムが今も健在でありこれが世界第2位の強国を名乗ることができる唯一の理由である NATO 加盟国が核攻撃を受けた場合アメリカは NATO 第5条に基づいて介入しなければならない NATO におけるアメリカの最大の役割の一つは核という保護傘を提供することであるこの核の傘は攻撃されないという保証ではなく攻撃されたらあなたに報復するというものであるしたがってロシアが特に NATO 加盟国に対して核兵器を使用することは核戦争の勃発に等しいと言える 大量の核爆発や放射線そのものによる被害核の冬と呼ばれる気温低下が予想されその後の世界的な食料不作世界のサプライチェーンの完全麻痺全ての工業生産の事実上の停止既存の国家体制や社会構造の甚大な崩壊は別としても人類を一連の大混乱と災害に陥れるには十分であろう これらのことからアメリカの3000発の核爆弾とロシアの2000発の核爆弾が放出されれば現在の人類文明は終わったと公式に宣言することになる。